嘘買いの石像野町の嘘嘘買いとは、主に菅原道真を祭神とする神社において行われる特殊神事である。嘘が嘘に通じることから、前年にあった最悪、教授などを嘘とし、本年は吉となることを記念して行われる。元来は、太宰府天満宮で古来から行われてきた正月7日夜に、鬼すべと共に吉兆を招く神事であった。 それが現在では全国へ広がり、亀戸天神社、大阪天満宮、道明寺天満宮など、九州では、住吉神社等でも行われる。木彫りの嘘の木造である旧装を、替えましょ、替えましょの掛け声と共に交換し合うことで有名であるが、亀戸天神社では、前年神社から受けた削りかけの旧装を新しいものと交換する。 多くの神社では正月に行われるが、採行日は異なる。太宰府天満宮では1月7日の鳥の時、亀戸天神社では1月24日、25日に採行される。なお、道真が、民奈2年から、さぬき神を務めた辰宮天満宮では4月24日に採行される。大財布天満宮で正月7日鳥国に行われる、嘘か神事の伝承では、当地にて、 菅原道真が蜂に襲われた時に嘘の大群が飛んできて助かったという。各地の天魔宮でも同じような伝承が最も多い。そのため、木嘘が授与されることが多いが、天魔宮でなくても授与する神社もある。近年は木嘘な他にも、張子や土人形の嘘もある。また、嘘がえは、元来、太財府天魔宮で鬼すべと共に行われる吉祥神事が発祥とされ、 京都市上京区の北野天満宮は、天神信仰の中心の一つであるが、嘘会神寺はなく、金嘘も授与しない。しかし北野天満宮から勘定された、天満宮でも嘘会神寺を採用している神社は多い。主に初天神の25日前後に採用される。1月7日、1月11日、1月24、25日、1月25日、1月25日から2月3日まで。 4月24日11月3日なお、北部九州では、天馬宮以外でも多くの神社で採用される。AB、年中行事時点 P841958 年5月23日、初版発行にし、各位商教編東京堂出版。ありがとうございます。